観音寺は神奈川県山和市下鶴間にある高野山真言宗の寺院。照明は鶴間山東照院観音寺。古くは金希望と呼ばれていた。武州続き雲音、田村徳音寺松。中高解山は大三る没。それ以前の解山、回帰は不明である。かつての本尊は地蔵菩薩で真言院と呼ばれていたとも言われている。観音寺演技によると、 法暦年間二次号が観音寺となった。現在の本尊である十一面観音については、次のような逸話が伝えられている。法暦年間に、瀬谷村中屋敷の高橋正衛門家にあった十一面観音が、当時の優人和尚と、禅絵文の夢枕に立ち、観音寺に法案せよと告げたことから、境内に新しく作られた観音堂に勘定された。その後、 大火によって周辺が燃えた時に観音堂のみが無事だったため、この十一面観音を本尊とし、事後も観音寺となった。本尊の十一面観音は武装観音札所第一番。相模震災国33観音札所として、1759年に設けられた。役史は武装虎戸市、役史の第21番令状、教法年間以降に設けられたとされる。 県道56号線、観音寺前交差点の北東から、観音寺の敷地が始まる。敷地内に入ってすぐ右手に、近畿棒稲荷が見え、右手に折れると、当該稲荷へ続く参道が始まる。近畿棒稲荷の左手には、弁天堂がある。正面には、観音寺の山門があり、山門をくぐった右手には、手前から、長寿社と大井町、左手には、手前から、 完全温母殺立像と大使堂がある。本堂の裏手には墓地が広がる。創立時期は不明。本殿は1831年の造営とされる。建築様式は、一軒者、流れ作り、店棚作り、長板吹き。1680年造流の念仏供養棟。安山岩に阿弥陀如来像が掘られており、船形上端部の欠損を除き、像や文字は、 鮮明に残っている。遠方八更新2月喫日とある。大井町の根元付近には三円が掘られた別の更新供養島が存在する。境内にある建物の中には複数の仏像が安置されている。観音寺には江戸時代に奉納された古い絵馬が残っており、その絵師も判明している。以下の行事が行われている。ありがとうございます。